忘れもしないあの日、男はそれを目撃してしまった。いつものようにくたびれた足取りで出勤途上にあった男は、いつもの時間にいつもの場所でいつものユンケル皇帝液を飲みながら、いつもの電車を待っていたのだった。そんなわけで男は恋をしてしまったのだ。まるでロミオのように。山崎先生、一人一人は弱くても団結決。ちょいとお前さん、あのね、夕飯も作っといた。現代のカリスマ、あの高神が脚本する、監督する。ロミオとジュリエット？ジュリエットゲーム、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 ジュリエットゲーム。